みんなで環境について考えよう空き地の所有者は定期的に見回りをして雑草が繁茂した場合は草刈りを行ってください木の枝が近隣住宅の敷地に入らないよう枝下しをするなど年間を通して適正な空き地を管理をお願いいたします空き地を放置しておくと草や木が繁茂してハブやハチ 火など害虫が発生します樹木が強風で倒れるなどとして隣の家や道路に倒れる場合がありますタバコの投げ入れなどによる火災やゴミの不法投棄による環境悪化など被害が起こりやすくなりますまたハブの被害を防ぐための環境整備を行いましょうハブの隠れやすい場所をなくすためゴミなどの廃棄物を放置しないようにしてください 家の周りを高さ1メートル以上の塀で囲むなど空き地やお墓などは雑草が伸びすぎないよう定期的に草刈りを行うようにしてくださいまた大型犬・猛犬種の飼い方について市内で当犬種による交渉事故が発生しています過去に県内で幼女が噛まれて死亡するといった悲惨な事件も発生しております 平穏な市民生活に大きな不安と脅威を与えることになりますので、大型犬や刀剣種の飼い主は、次のことを必ず留意し、使用管理を徹底してください。危害防止としまして、害を恐れるない場所で、方法で訓練をし、移動、または運動させるとき以外は、おりからは出してはならない。 これを脅威できる場所、ものでなければ連れ出してはいけない。連れ出す場合には、しっかりと、しっかりと、えっと、犬から目を離さないようにしてください。また、マナーを守って、人と動物が暮らしやすい街づくりを徹底していきましょう。犬や猫といったペットは、人とのパートナーとして暮らしていく中ではなくてはならない存在になっていますが、 ごく一部のマナーを守らない飼い主によって、近所とのトラブルが、トラブルに発展することが見受けられます。あなたの大切なペット、あなたの大切なペットを地域から愛される存在にするためにも、飼い,飼い方やマナーを守って、人と動物が暮らしやすい街にしましょう。犬の吠え,吠え声は、周囲の静かな生活環境を破壊する恐れがあります。 深夜、早朝であれば、周囲の安眠を妨害する、妨害し、飼い主が思っている以上にご近所にうるさく感じられる苦情やトラブルになります。また、放し飼い、犬の話し飼いは通行する人や周囲の人々に恐怖を与える大変危険で迷惑な行為です。話し飼いは絶対にやめましょう。散歩中の糞、公園や歩道など、公共の場所での糞の放置の苦情が絶えません。 散歩の時はビニール袋を所持し、犬の糞は飼い主が責任を持って片付けましょう。犬の登録は生涯1回。狂犬病予防注射は毎年1回。犬の登録と狂犬病の予防注射の届け出は飼い主の義務です。必ず登録を行い、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせて、受けさせましょう。犬の登録と注射よ、注射済み表は 交付は環境対策課窓口にまたは動物病院で受け付けていますしっかりとマナーを守って人と動物が暮らしやすいまちづくりをしていきましょう続いて福祉 健康福祉頼りから森川保育園解所に伴う入所案内平成28年10月1日に森川保育園、保育園が、保育園の解消を予定しております。それに伴い入所希望者を募集しております。期限までに新規申し込み及び入所希望、希望園の変更申請を行った方が 追加入所案内の審査の対象となります。受付期間は、受付期限は7月19日火曜日から8月12日金曜日までとなっております。受付時間は9時から17時、12時から13時を除きます。受付場所は市民所1階、保育課、対象児童は宜野湾市民で、宜野湾市民で生後3ヶ月から、 小学校就学前までの保護者が共働きにより保育を必要とする認定を受けた児童となります詳しくは保育課までご連絡ください続きましてすぐにできる熱中症対策正しい熱中症予防を身につけて 暑い夏を元気よく乗り切っていきましょう熱中症を事前,に事前に防ぐために1、こまめに水分補給をしましょう室内でも外出時でも喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分、塩分などを補給することが大切です2、暑さを避ける室内では適度な通風や冷房設定を設けるなど熱を逃す工夫をしましょう 外出時には日傘や帽子などの着用、日陰の利用、こまめな休,休憩を取るようにしましょう。保冷剤、氷、冷たいタオルなど,などで体を冷やすようにしましょう。熱中症には皆さん気をつけてください。 続きまして博物館かららのお知らせです企画展「村を守る神々」琉球王国時代から引き継がれる宜野湾の村の聖地や由来などを紹介します期間は7月27日水曜日から9月4日日曜日場所は私立博物館企画展示室時間は9時から17時入館は16時半までとなっております料金は無料 博物館では博物館市民講座最時期の話の受講生を募集しております古くから行事、習慣などの意味や由来を学びます日時は8月28日日曜日14時から16時会場は私立博物館ロビー講師は沖縄国際大学の講師の方が講師となっております受講料は無料で定員は50名 申し込みは7月27日水曜日から8月24日水曜日の9時から7時となっております。続きまして、資格取得講座受講生募集、トイック700点,700点対策講座、期間は8月1日から11月18日までの計30回、時間は毎週月曜日と水曜日の 18時半から20時半。受講料は3万円。定員は12名で。募集締め切りが7月29日金曜日までとなっております。パソコン上級資格取得講座、Excel、Word1 級から2級。期間は9月1日から12月2日の計30回。時間は毎週火曜日、木曜日。19時から20時半。 受講料は1か月1万円、定員は12名で、募集締め切りが8月26日金曜日までとなっております。詳しくは、こうあ講座実施場所、または申し込み場所は、宜野湾マリン支援センターとなっております。沖縄県主催地域巡回マッチングプログラム事業。 会って話して見学できる就職説明、面接会、適正発見フェア、ワーク,ワークライフバランス認証企業や子育て応援企業、人材,人材育成分野の認定企業などが参加する合同,き合同就職説明会、面接会が行われます。日時は7月27日水曜日、 13時30分から17時まで、受付は13時より随時行います。場所は沖縄コンベンションセンター会議棟 A。対象はすべての求職者となっております。続きまして、沖縄市沖縄市を中心に中部エリアに勤務地のある企業が参加する正社員に特化した合同企業説明会面接会が行われます。 日時は8月5日金曜日、13時半から16時まで、受付は13時より随時行います。場所は沖縄市民会館中ホール、対象はすべての給食者となっております。お問い合わせは、適職発見プロジェクト事務局。電話860-8900となっております。 続きまして、夏休み子ども自然観察会参加者募集、比べてみようやんばるのきれいな川と、私たちの止まり川、日程は7月28日木曜日、9時から17時、7月29日金曜日、9時から15時となっております。役所所本庁所 玄関前に9時に集合にてバスで移動します悪天候の場合は翌週に延期します対象は市内在住の小学生4年生から6年生まで定員は30名となっております申し込み期限が7月1日金曜日から7月22日金曜日までとなっております先着順で定員に達し次第締め切りとなっております申し込み方法は 環境対策課までお電話か各小学校にある参加申込書に記入し、かえ、持参し、持参またはファックスなどでお申し込みください。 シルバー人材センターの会員を募集しています。仲間と一緒にお仕事をしてみませんか健康づくりや社会,さん社会参加のため会員を募集しております。60歳以上の方で健康で就業が可能な方であれば誰でも入会できます。ぜひお問い合わせください。お問い合わせは宜野湾市シルバー人材センター。電話893-6828 総合防災マップを全都配布しています市では県が公表,公表している津波や津波の浸水想定区域や土砂災害などの危険箇所に避難所や避難,避難路を加えたハザードマップを更新し総合防災マップを作,ってり,作りました7月下旬から8月上旬にかけて市内全都に配布しますので平常時から 危険箇所や避難場所などを確認し、いざという時の避難に活用してください。また、総合マップが必要な企業などは、市役所の総合案内、市民防災室、窓口で配布していますので、市役所までお越しください。詳しくは、宜野湾市役所、電話098-893-4411までお問い合わせください。以上、自能インフォメーション。この時間は、宜野湾市の提供で、 お送りしました。